はい、続きやっていきましょう。皆さん、ライチャーガイマドと申します。前回は生配信をさせていただきまして、まあ、この部屋を抜けてから終わろうって話をしてたんですけど、まあ、なんかそろそろエンディングっぽいらしいんで、お、見た。急にここで終わらせていただきました。で、まだね、解いてない謎があるんですよね。なんだこりゃ。FOINLUNE ホイン、で、これ何？何もしない。ああ、はい、男の低い声が何？時を刻むもの、見つめる先。時を刻むもの、まあ時計か。見つめる先ってなんだ。お、見た。なんだこりゃ。ちょっと待ってよ。もう一回。なんだこれは。まあ。まあ、こう矢印があるんだから、まあ、多分これ矢印っぽいんで、こういう順番でやっていけばいいんじゃない説があるんだけど、どこだろう。正直ね、こっちもここだけ早いんだよね。なんだろう。あ、見た。対決じゃ。消火器がないっていうことは嫌な予感がする。多分勝てないんじゃない。じゃあ、あーい、あー無理やな。お疲れ様でした。ほうほう、開かない。あで、ここがね、何も書かれていない。あ、思い出した。確か、ここに気持ち悪いやつに、あ、これもわかん、これもなんだろうって思っててんな。そうだ。これ、真ん中に立ち、矢印従えって書かれているっていうのを最初何のこっちゃって思っててんけど、もしかして、これか。で、これやったらどうなる？でもね、こうっていうやつ、逆のこうっていう形、Z、なんだろう。なんて呼ばよ。まあ、いいや。音量差が正しければ、間違えた。ちょっと待って、もう一回。何これ。ダメでした。日記読んだっけ。きれいな、多分読んだな。なあろ、矢印に従って。ここ開かないんだな。なんであっち、なんでこっから開かないんだろうな。さあどうしよう。ここの謎が一番あれなんかな。あ、ちょっと待ってよ。あ、皆さん分かりましたよ、私。あの、やっぱここにある謎は、やっぱこの部屋の中で完結するって感じっぽいね。
で、あのこの矢印、多分矢印のところは合ってたと思う。なぜならばここ見てほしいんやけど、このこういう順番にいくと FOUR4 こうやると9で、あれ、え、でなったら下のやつはなんどうなる。え、じゃあそんな場合どうなる。その場合どうなるかわからないし、このボタンの意味がわからへんな。時を刻むものの見つめる先、なんだろう。なんだろう。うわ、ここまで来てるんやったらなんかいい感じに。なってそうやねんけどな。ボタン押したらどうなんかな。なにこれ。あ、数字になってんねや。ちょっと失礼。で、4と9は多分ね当たってると思うんだよな。で、時を刻むものを見つめる先。時計見ると3時か？え、でも、15時っていう、そんな、いや、しかも、しかも、うわぁ、多分なぁ。FORU ってなんだ？で、この順 ENIN エニFORU。 うわー、なんかあともうちょっとやねんけどな。うわー、ちょー、もうギブ。してんねん。時を、うん、時計やろうなーって思ってんねん。え、この4とのやつ分かっなあ。え、デリンジャーで鍵を壊す。え、そんなんは反則っぽいよ。あ、ちょっと今思った。あ、やべ、さよなら。あ、水やろお前。サンガはこ、お前は水やろ。くらい。おお、すげえ。てか、デンジ、その銃はどうなんだ。
ああ、使えるね。いいんか。ミス。いや。そういうことか。え、いいんか、これは正しいのか。うん、何。開かない、そりゃそうだもんな、あそこの部屋やもんな。あそこのヒントはなんだ結局。あ、見た。生物植物の組成と成長の促進について記されたメモ。どういうことや。植物光合成とか。何これ。大瀬病院の蘇生回復。え、何持っていこう。これは入れていいの。それっぽいよ。ではないのか。ああ、カラーパック。やった。なんだ。あ、注射器。これは、何。あ、あ、まさか。で、さっきの緑が、あれ、緑。あ、俺、入れた。いや、そんなわけないな。だから、そういうことか。え。え。嘘。もん。開かないの。空の注射器どこにあんの。上。嘘、もうないの。すいません、情報がちょっと。あ、ごめん、ごめんなさい、軽はずみなんです、断りたいんです。よかった、爆発しなかった。で、1、2、1、2、3、4、5、6、もし今の中やったらっていうことやんね。3、1、2、3、1、 OK。 だからラベルを見て、あの、このここやね、ここのあの台なりみたいなやつと小なりみたいなやつ、赤いのが空みたいなやつ、クレッシェントデクレッシェントか忘れたけど、で三角はわからないんだけど、多分まあこれで言うと緑か。だから三角の ラベルのやつが、あ、じゃあ緑のやつが三角って書いてあったんやったら、三角、あ、じゃあ緑、赤、緑、青。緑、赤、赤、緑、青、緑。イエーイ、イエーイ、持ち運びよ、気合いる、多分。やんね、カラーの点滴。オッケー。
で、やった。わあ、怖い。ああ、怖い。で、まだ解けてないやつ何個かあんねんけど。これ何？ああ、そっか。あの、俺がぶっ壊したやつや。じゃあ、ここは。逃げろ。で、ない、ないの？三。あーい。ソファー。今後ろにいるけど、車椅子ソファー張り紙。さらば。こっち、おー、やった、やった。車椅子ソファー。ソファー、張り紙、張り紙、虫歯予防、そうですか。ちょっと、そんなことより、嘘、ソファーと車椅子のどっかに何かあると思ってんねんけど。あ、え、だく、あ、そうか、そういうことか。車椅子、なんだっけ、ソファー、張り紙の数か。車椅子は3つ。ソファーは、これは6か ?3 か。で、で、間違っている。あー、できー、さらばー。車椅子、ソファー、張り紙。数ではないのか。車椅子、ソファー、あ、2つ、あれ2つか。車椅子、ソファー、張り紙2つ。やったー、そういうことか。そっか、俺ずっとここしか見てなかったけど、こっちもあるんや。ゴム手袋、戦える、勝負じゃん。あ、そういうことか。ごめん、やってみたかった。ギャー、はい、そういうことか。じゃあ手袋をします。技能、応急手当。感電で応急手当ってどういうことやねんと思うねんけど。死んじゃう、死んじゃう。どっちだ。技能、毒抜き、まあないよりマシか。死んじゃう、死んじゃう。イエーイ、ギリギリ。ギリギリ。うわい、なんだこりゃ。私はあなたを見つめるのか、仕事。私の名前を教えて。え、俺の予想。半角大文字。鏡？あ、じゃあ、え？え？あ、じゃあ、大文字やから。ちゃうの？鏡じゃないの？見つめるのが仕事って書いてあったからな。私はローズ。愛を歌うの。一番左の子はチューニップ。なにこれ？り？ユリか？私、ほうほう。右側、ジャッシ、カープ？恋か？そんなわけではないよな。ジャスミンか？え、何？え？戻ろう。開かない。
開かない。私はあなたを見つめるのが仕事。なんだろう。私はローズ。一番左がチューリップで、ユリ。だからチューリップ、ジャスミン、何だっけ、ユリで、バラかで、だからなんだで、多分やけど、最初ちょっとよ、その前に多分ね、ここにあの謎の黒い液体がこびりついてるか、いてるから、ここ喋った後にプラスされてるな。さあ、あなたを見つめる、見つめる、適当にやっていけばいいと思うねんけど、そんな下のやつもね、よく、だから右の子はよく幸せについて語る。で、右の子は純粋。一番左は思いやりのある子。私はローズ。この子は愛を歌う。だから何？あ、うん、ちゃうわ。あー、でもなー、理由としては上がんな。なんだなんだ、ローズかな。まあ、愛を歌うの愛を名にしただけやねんけど、ヒントなんだろう。性格や喋る言葉。あ、何、性格や喋る言葉。あなただけを見つめる。知らんわ。あなただけを見つめる。何？あなただけを見つめるって聞いたことあるフレーズなの？はい。すごく時間が経ってしまいました。はい。この、実況を取り始めたのが夜の7時で、で、ご飯とか食べるために2時中断して、で、そっから、また謎解きを開始してたんですけど、解いたのが夜の10時。で、その後寝てしまったんで、ただいま、次の日の朝になってます。イエーイ。はい。ということで完全に寝起きの状態で今プレイしてるんですけど、解説をしていきます。はい。で、もしこれで、違うってなったらもう泣きます。もう多分これしかないと思ってます。鼻関係やと思って、もう鼻についてめっちゃ調べたんですよ。で、鼻言葉やと思うんですよ、多分。こんな、なんか思いやりのある子とかっていうの書いてるんやったら、多分鼻言葉とかそういうのかなって思ってたんですよ。で、まあぶっちゃけ僕鼻言葉知らないんで、その、あなたを見つめるっていう花言葉を探してたんですよ。で、この4つ、バラとユリとチューリップとジャスミン、多分順番はそうやと思うねんけど、調べたらなかったんですよ。で、嘘、まさか違う？これ違うって思って、ダメ元で、調べたんですよ。あなたを見つめる花言葉で検索してみたら、一件だけヒットしました。それが、ひまわり。ひまわりやったんですよ。多分。で、多分、
半角大文字の、大文字、英字って書いて、英語って書いてるんで、アルファベットって書いてるんで、サンフラワーじゃないかなと思ってるんですよ。これ入れちゃう方はどうしよう。もう、お願い、サンフラワーでやってくれ。長かった長かった、疲れた、ほんまにマジでこれは疲れた。もうね、なんかカットしませんって前々回ぐらいで言ってるのにね、まあしゃあないねんけどね、カットしちゃったりとかしてもうグダグダですけど、やっと終わった。もう火またいで解いた。はい、ということで、今回はここまでしたいなと思います。カットしてすぐに終わりたいなと思います。はい、ということで、また次回お会いしましょう。それではバイチャー。